皆さんこんにちは。弘前市民カフェを主催しております小田切作と申します。弘前市民カフェと言いますのは、前回の、弘前市長選挙2018年になりますけれども、その選挙の直前、2017年の12月に第1回を行いました。その目的はですね、当時まだその市長選に立候補するのが当時の現職市長一人であったということで、このままの状態でいくと十分な政策論争がなされないまま選挙が行われるのではないか、だとしたら市民の側からですね、こういう市政、弘前市政にはこういう政策課題があるんだということを提示していくべきではないか、こういうふうな考えで第1回スタートしたものであります。当時は弘前大学の名誉教授の神田健作さん、この写真の方ですけれども、この神田さんも一緒になって始めました。神田さん残念ながら今年の4月に急逝されましたけれども、今日は写真での参加ということになります。弘前市民カフェ、先ほど申し上げたように、弘前市の政策課題を市民の側から提示していこうということで始めたんですけれども、当時、中核病院の整備の問題が、盛んに議論されておりまして、そのこともあって、弘前市民の関心が医療体制、医療問題について非常に高まっているという状況にありました。そこからだんだんその我々 のテーマもですね、弘前市政全般というよりはむしろ地域医療の問題、特に弘前市を含む8市町村全体の地域医療の問題、こっちの方にシェフとして入ってきました。今日は第9回目になるんですけれども、9回目の今回は、コロナから見えてきた地域医療の問題点ということで、行っていきたいというふうに思います。皆様ご存知の通り、コロナの第1波があり、今第2波の真っ最中と、今年の冬にはコロナとインフルエンザの同時感染、こういう事態になりかねないのではない、ないのではないかということが危惧されておりますけれども、これまでの国のやり方というのは、どうもその少なくとも感染対策、医療対策については地方自治体や医療現場に丸投げする、しかも十分な財源的な裏付けもなしに丸投げすると、こういうふうなやり方だったのではないかというふうに私には見えます。国民の命を守る、安全を守る、これが国家としての基本的な責務であると私は考えておりますけれども、そのような責任に照らしてみて、必ずしも責任ある態度ではなかったと私は総括しておりますけれども、いずれにしても丸投げされた地方自治体あるいは医療現場、ここで活動されている皆さんは大変なご苦労をこれまでされてきたことと思います。特に東京や大阪のような都会に比べて医療資源に乏しい青森県のような、地方の医療体制にとっては非常な負荷がかかってきたのではないかというふうに考えておりますけれども、これからもしかしたら第3波があるかもしれない、あるいはコロナが収束したとしても次の新型ウイルスによる大規模な感染もあるかもしれない、その際に地域医療はどのようにして立ち向かうべきなのか、立ち向かっていくためには地域医療はどのような課題を克服していかないといけないのか、それらを考えていく上での手がかりを本日この市民カフェで見つけることができればというふうに期待しています。本日は、この、弘前市をはじめとする8市町村の医療現場の最前線で活動されている、弘前市医師会の澤田義彦先生、
それから、国民健康保険福祉病院院長の相馬康先生にお越しいただきました。医療現場からの貴重な、ご発言をいただけるものと思っております。澤田先生、相馬先生、お忙しいところもありがとうございます。よろしくお願いいたします。今日は4時までという、まあ、長いのか時間なのか短い時間なのか、テーマの重さにからするとちょっと短いのかなという気もいたしますけれども、最後までお付き合いいただければというふうに思います。今日はよろしくお願いします。それではまとめします。皆さんこんにちは、同じ予備科研の浪岡で整形外科を開業しています大竹と申します。今日はお二人の講演に先立ちまして、医師不足が、どこの地域でも大変なんですけど、その医師不足っていうのがどんな状況かなっていうことを今までの、私のお話の中でちょっとさせていただきたいなと思います。10分ほど。今もお話がありましたけれども、9回ありまして、実は今年に入ってから2月に、市議会議員の皆さんとのお話し合いというのをちょっとやります。それから4月には、今日お手元にも配布しましたけれども、医療を守る条例というのが全国各地でできていまして、福島県いわき市でも出来上がっています。そのことを紹介してもらおうと思って、4月の18日に、いわきの、市の職員の方をお呼びする予定だったんですけども、コロナで、来れませんでした。ズームも予定したんですけど、福島の方もコロナの対応でズームも対応できないということで延期になってしまいました。そのうちまたやりたいと思いますけども、そして今日が9回目ということになります。で、医師不足10年はこれからも続きますよと。これを乗り越えていくためには、医療を守る条例っていうのをどうでしょうかねっていう提案が市民課でもずっと提案であります。で、これは青森県が出ている、医師数ですね。10万人あたりの医師数で、ここは今日はズームで参加されている方もいまして、あとは YouTube でライブ配信をしています。で、 YouTube の方は後でもご覧いただけると思いますので、見逃した方はご覧いただきたいと思います。で、これが全国の医師数みんな伸びてるんですけども、年々ですね、青森県も増えてます。ただその差をこう取ってみる と、差はどんどん拡大して、ここ数年間は高止まりというか、差はちっとも縮まってないというのが現状であります。で、これは青森県の10万人あたりの、要件別の医師数っていうのが出てますけども、津軽多いですね。293って全国平均よりも多いんですよ。だから津軽地区は大丈夫じゃないのってみんな思ってるんですね。ただ下北とか西北とか上東山とかは非常に少ないということで問題になっています。ところがですね、これは私全国の、医学部のある大学病院のお医者さんの数っていうのがデータになってるんです。ただそれ自体としてはなってないので、エクセルから全部拾ったんですけど、そうすると弘前大学で勤務しているお医者さんの数は360人、結構いるねと。これが津軽地区のお医者さんの数を引き上げてるんですけども、じゃあ他の大学どうなのって見てみると、北海道大学698人、札幌医大500人、旭川医大433人、ずっと並べてみると弘前大学ってワースト3なんですよ。一番少ないのが琉球大学、2番目に少ないのが高知大学、そしてワースト3が弘前大学。つまり、青森県はお医者さんが不足しているので、大学病院にもお医者さんがいないというのが現状で、したがって私も実際大学で働いていた時はなんでこんなに忙しいんだろうと思うぐらい大変だったんですけど、これは全国から見ても弘前大学はお医者さんの数が少ない、青森県全体で少ないので大学病院にもいられないというのが現状だと思います。
で、これは青森県の年代別の医師の数を緑のグラフにしてみました。で、これ5歳刻みですね。25から29歳、30から34歳の人が、まあ、200人とか250人、5年刻みでいますよっていうグラフです。そうすると、このオレンジは全国のグラフ、こっちで見る向こうなんですけど、あれで、ここ穴開いてますよね。これなんで穴開いてるかっていうと、研修医制度っていうのが変わったんです。そして研修医制度が変わって、弘前大学の卒業生がみんな中央に出てっちゃう。この時代の名残がずっと残ってます。穴が開いてます。で、これをそのまま同じ人数が残ったとして、10年間こうこっちにシフトさせたんですね。10年後、そうするとこの穴は絶対ここに帰ってくる人はいませんからね。この穴はそのままです。で、逆に私なんかこの辺なんですけど、あと10年するとですね、死んじゃいます。お医者さん死んじゃうんですよ。最近もう病室で森先生死んじゃったりして、私より若い先生突然死んじゃったりしてですね、困っちゃうんですけど、まあここの年代は死んじゃいますからいなくなります。そうすると何が起こるかというと、この穴の開いた部分、これこのままだってことなんですよ。だから青森県の医師不足って、あと10年経ってもちっとも良くならないよ、もっと深刻になるよ。特に若い先生を指導する中堅の先生がいないわけですから、教育現場は大変になるだろうというふうに思います。で、青森県のこれお医者さんの数、まあ、全国で見ると大体80人ぐらいがこう残っているんですね。で、こういうデータがあって、まとめてみると、2019年後期研修医、研修医制度が終わってまた次に残った人が大体82人ですね。だから毎年82人ぐらい残ってるんですけど、この60歳以上の人が70まで10年間働いたとして809人いるんですよ。ということは1年間に10人ずつ死んでいくんですよ。ということは80人残ってもチャラでしかないというのが現状だ。まあ、これは誰も動かせないですよね。少子高齢化さんと同じで、もう生まれてくる子はもう決まっちゃったんですから、それ以上子どもの数とかは増えないわけですね。これから先はまた別ですけど、まあ、高齢が現状だと。で、もう一つ全国と違うのはですね、これ開業医の数なんですよ。全国では開業する先生がどんどん増えてくる。ところが青森県ではこれ見てください、だんだん下がってきた。まあ、黒い州特にですね、開業してる先生がみんないなくなっちゃったり、病気になったり死んじゃったり、本当に困っちゃった。そういう状況の中で医師不足はもっともっと深刻になりますよっていうのが、まあ、現状なので、これを皆さんと一緒に共有しながら、この状態をどうしていったらいいのかということを考えてみたいと思います。青森県はこれに対して、まあ、いろんな医師確保計画というのを出しました。これが各医療圏別の確保計画で、国はですね、2023年までに2896人にしなさいって数字出してるんですよ。ところがそんなに行くわけないよねということで、青森県の二次医療圏の目標っていうのは2622に逆張ります。これつまりここまで二次医療圏のこの目標だけでも達成するのはなかなか大変なんです。あと23年ですからね、3年後です。で、どこが増えるかっていうと、西北後29人、上東山28人、下北2人、これ増やすのも大変なんですよ。つまりここ数年間お医者さん確保して増やそうと思ってもなかなか増えませんので、皆さんはそこのところはですね、増えないっていうことを前提にこの地域の医療をどう守っていくのか、特に私と同じ年代の、団塊の世代の方はどうやって死んでいけばいいのかということを考えていただきたいなというふうに思っています。これイギリスの医療の状況、前も紹介しましたけど、イギリスってコロナ起こる前から大変なんですよ。サッチャー政権がベッドをどんどん減らしたんです。で、王立病院ですかね、あそこはロイヤルホスピタルのベッドがどんどん減ってて、で、医療が大変になってると。で、救急医療に関しても救急車がですね、救急外来に並んでるんですよ、4台も救急外来が、だから救急車並んでて到着するんだけど、医師に見てもらうまでに4時間待ちだって言うんですよ。救急車で運ばれて玄関まで行ったんだけど、そこから先見てもらうまで4時間待ち。
その間に死んじゃった人がいつも問題になっているんです。特に年末年始、インフルエンザと救急の時には病院の玄関の中で、玄関で死んじゃった人が問題だってこう新聞を賑わしているっていうのがイギリスの医療だったんですね。ところが今回のコロナでどうなったかっていうと、これ28日ジョン・ホプキンス大学のデータですけど、イギリスの死者数って4万1000人、死亡率がですね、この段階で 12.5% です。でイギリスの死亡率ずっと僕追っかけてたんですけども、最大だったのは4月30日、16万人に対して2万6000人死んで 15.7%、 これ世界一番高いんです、イギリスが死亡率で。今死亡率問題になっているのはメキシコです。これが28日現在で6万2000人死んで 10%、アメリカとかブラジルとかも、まあ、死んでるんです、数は多いんですけど 3%。 つまり社会保障が崩壊したイギリスでなんか死亡率高いっていうのは、特に高齢者の施設での死亡が高かったっていうふうに言われてますので、まあ、この辺は、イギリスを参考にしながらですね、日本がそうならないようにしなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っています。今日最後のお話で、これは福島県いわき市の医療を守る条例、お医者さんは足りません、それから高齢化が進んでいる、救急搬送も増えている、この中で医療現場も大変なので、こういう条例を作って市民が参加し、理解して参加して、特にマスコミもですね、このことについて理解してもらって、それぞれが責務を果たすと。マスコミどうしてもこう医療機関バッシングみたいなのが起こっちゃうんですけど、そうすると医療現場は萎縮しちゃいますし、やる気なくなっちゃいますので、マスコミもそれぞれの責務を果たしてもらって医療を守っていきましょうっていう条例パンフレットで付けさせてもらいました。私の方からは以上です。ありがとうございました。ズームがちょっと止まっちゃいましたねごめんなさいね、ズームの方。それじゃあ続きまして、今日のメインゲストのお二人にお話をしていただきたいと思います。最初は相馬康史先生です。相馬先生のスライドをしますね。皆さんこんにちは。相馬先生、自己紹介が用意してあるというので、私は簡単に、北海道出身で、昭和56年の清瀬大学の卒業で、2014年から古巣病院の病院長をされているということです。じゃあ相馬先生、よろしくお願いいたします。スライドはどうも、ここで持っていっちゃいますね。今回大竹先生から、新型コロナから見えてきた地域医療の問題点というテーマで何か話をしてくださいというご依頼があったんですが、まだ幸いなことにこの津波医療圏では陽性者が出ていない。なので、陽性者が出た時のシミュレーションはしっかりやってはいるのですが、実際の入院患者さんが入ったとなると、シミュレーションの想定外のこともいろいろ出てくるのではないかなということで、新型コロナから見えてきたというのは過去にさせていただきました。それで、地域医療の問題点、今地域医療構想調整会議とかいうのが開かれて、弘前では国立病院、広弘前病院と弘前市立病院の統合話が進んで2020年くらいにはできるという話になっていますが、そのコロナということからすれば、この津軽地区は広大附属病院が感染症している期間になってますし、それから今弘前病院の方は病棟単位で患者さんを受け入れられるように病棟の改修工事をしている、陰圧になる部屋を作っているとか、換気の問題だとか、レスピレーターをたくさん導入するとか、いろいろ工事が始まっているようで、26日の水曜日に地域の医療提供体制協議会というのがあって、ちょっとそういうお話を聞いてきたんですけど、もう間もなくその弘前病院の方の準備が整うというような状況で、本当は大学病院の担当している先生とか弘前病院の先生が
あのコロナの話をする方が良かったのかなと思いながらも、まあ、今回お受けした次第です。まあ、簡単な自己紹介で、56年に弘前大学の旧第一年間、現在の消化器血液コンビニの中というところで、医師会長の澤田先生の後輩にあたります。まあ、研究歴は生化学の基礎で大学院を取得して、まあ、大腸がん検診の有効性評価とかなど臨床疫学的な研究に携わってまいりました。で、苦しみに来るまでは青森労災病院、大館市立病院、大野辺野総合病院、鶴田中央病院、陸奥総合病院を経て現在の苦しみ病院に来ています。まあ、苦しみですね、現在一般病床、まあ、急性期の患者さんが使う病棟が3病棟あって167床で、地域、包括ケア病棟床というのを2病棟90床を持っています。この地域包括ケアというのは、まあ、ポストアキュートといって、急性期治療を経過して症状は落ち着いているけども、なかなか在宅に持っていけないという患者さんをワンクッションで置くような病棟であったり、まあ、サブアキュートというんですけど、自宅や介護施設等において急性不安した患者さんを見たりする、あとレスパイト入院というんですけど、在宅の看護とか介護をしている家族を休ませるために一時的に患者を受け入れたりするための入院も見ています。まあ、今のお盆の期間中、流行地から家族が戻ってくるので、年寄りに万が一感染させてはいけないので1週間預かってくださいというような患者さんも実際いました。一番下、2019年度の救急患者数、救急搬送1146件、まあ、この後その津軽地域の救急を担当している病院の救急車の搬送件数とかでデータを出しますが、2019年度は、まあ、担当なのかインフルエンザが少ないのか、1月2月3月コロナが流行したせいなのか、ちょっと例年よりは救急搬送の件数が少なかったなっていう印象であります。これは7月の30日の党民報で、県内の自治体病院では常勤が126人足りない、この自治体病院というのにこの津軽地域の付属病院、大学病院は入っていない、から弘前病院も入っていない、から救急の大きなところになっている県政病院も実はこの数には含まれていません。まあ、この中でその市立病院に相当する黒石、八戸市、弘前市、十和田中央 65、6% ということで常勤の数が足りない。まあ、弘前の市立病院は皆さんご存知のように統合に向けて今規模を縮小してきているので、必要数は21人だし実際いる患者は14人、少ないわけですけれども、まあ、そんな中でもやっぱり入院患者もいるし、当直をしなくちゃいけないというと少ない人数で当直するというのはなかなか大変、40人に100人いる医者がいるところで当直を組むのと、10人に20人しかいないところで1年365日当直体制を取るとだいぶ医者の負担は異なってきます。これは今年度の黒石病院の常勤医の数で26名、問題点はやっぱり大竹先生のスライドにもありましたけど、医師の高齢化というのが問題になってきて、26人いるうち55歳以上は9人います。50歳以上で見ると12人、高齢になってくるとですね、当直をするとなかなか体験になってくるんですね。それで、まあ、研修医として、まあ、1年次研修、2年次研修、どちらも4人ずつ黒石病院は枠があるのですが、その年によって研修医の数って異なっていきます。まあ、研修医のその大病院志向があったり、いろいろな考え方があったりするので、研修医が少ない時には常勤医だけで当直を賄えなくて、大学病院からお手伝いの先生に来ていただいて、当直をしてもらったことがありました。それで黒石病院では
平成27年の4月から小児科の常勤がいなくなりました。これはその病院 の、 そのあるいは 地域医療などでとても大きなことで、小児科の入院を受けられなくなった。それまで呉市病院は小児の臨番を弘前地区の臨番を月2回担当していましたので、その小児臨番からも外れましたし、小児科の入院を持てなくなりました。小児科の常勤がいないと今度お産をできない。婦人科の方、大学の婦人科の方からそういう話があって、2人いた産婦人科医は1名に減ってお産もなくなる。そうすると小児科とそのお産を見る病棟というのは空いてしまう。しばらくの間1病棟休床状態というのが続いていました。私が26年に来てから消化器内科はそれでも2人医師が増員になりました。今年4月に1人増えて7名になっています。あとこの一人胃腸の科が特に高齢の先生が多くて、定年を過ぎてもまだしっかり働いていただいている先生がいて、その若返りをどうするかというところが今後の課題なのかなっていうふうに思っています。で、去年の9月の27日の読み込み記事です。県内の従業員再編必要。全国で424の公立病院、公的病院 の、 その診療実績をもとに、突然データがこう名称を公表したというのがありました。これ記事が出る前日に県の方からの病院の方に電話が入って、明日出ますよって言われて、突然言われて、何だいそれっていう話だったんですけれども、新聞の記事っていうのはこう見出しとか短くてこうアトラクティブでないとダメなので、再編必要っていうのも分からなくはないんですけども、この中に黒石病院とか、それから、金木病院というのは西北号の病院機能編成も済ませた病院なんですけれども、そういうところが載ってて、この記事を見て、苦しい病院なくなっちゃうんですかっていう患者さんからの問い合わせも2件くらいはあったかとお記憶していますが、そもそも、その地域医療構想に関するワーキンググループっていうところで発表して、2025年の地域医療構想を踏まえて再編とか統合など再検証を要請する対象として名前を挙げたということなんですね。それで診療実績が少ないとかですね、近くに似たような診療実績があって、そういう近い病院があるとかっていうことで挙げたんですが、その元となる病床機能報告っていうのが2017年度の1ヶ月分のデータを元にして集計してあるので、例えば確か6月か7月のデータだと思うんですけども、大体こう農業とかいっぱいやってるところでは6月7月って入って忙しいので、病院の中は割とバラバラなんですね。そういうところのデータを元にして、お宅の病院の診療実績が高いよとか、それから苦しい病院のこの B6 領域で診療実績が類似かつ近接、6領域っていうのは救急とか、それから脳卒中とか心血管疾患を扱っているとか、がんとか小児医療とか周産期医療の区領域なんですけども、車で移動する時間が20分以内で行けるところに行きたいような病院があるよというところなんですけど、なかなか実際救急車の搬送時間もちょっと調べてみたりしましたけど、20分以内ではなかなか一番近い清崎病院も到達しないかな、冬だったら到底もっとかかるかなっていうところで、なんで20分以内というところが挙げられたのかなっていう、分かりませんでしたけど、そういう状況です。
この3番にありますように、まあ、地域医療構想調整会議というところで、まあ、平成28年の10月に、清崎病院と清崎市立病院の統合されるんだよというのは大きな、ね、公表されたのだと思うんですけれども、そもそも青森県には昔からその先ほど小竹先生のおっしゃりにありましたけど、北本地区、西北本地区は医師が少なくて非常に問題だということで、自治体病院の機能編成というのが10年ぐらいの時間をかけて進んで、平成25年に津軽総合病院ができています。まあ、そうなるまで、まあ、その時に、木造りの病院だとか鶴田の町立病院は診療所になりましたし、まあ、金木と鰺ヶ沢はサテライト病院ということでベッドはキープするということでしたけども、まあ、国の方ではその機能編成というのは成功例として厚労省は北の地区のそれを発表していましたけれども、まあ、先ほどのこの記事を見ると金木病院なんかは診療実績が足りないと、まあ、そういうやってきたことを、まあ、審査せずにその2017年のデータのみで全国一律に発表してしまった。でこの弘前地区も、平成26年、まあ、私4月に来てるんですけども、おそらく2月か3月だったと思うんですけども、津軽地域の8市町村の首長さんが集まって、まあ、みんなしてその中核病院を作り直そうという協議会が、病院機能編成に関する協議会が発足して、4月に来てから何回かという病院の機能について会議が戻れていました。で、まあ、その根底には弘前市の救急の基盤体制の維持が困難で、特にこう外科系の病院でこう抜けていく病院が出て、リーマンが困難だっていうのが根底にあったというふうに聞いています。この年、診療報酬改定3月ぐらいにあるんですけど、それで地域包括ケア病棟っていうのが、創設されまして、私26年にその黒石病院に来て、その地域包括ケア病棟っていうのが、まあ、先々機能編成していく中で非常に重要なものになるというふうに言われていたので、この自治体病院の中では黒石病院が真っ先に採用して、26年の10月から包括ケア病棟を開設しています。それで同時にこの時に初めて地域医療構想というのが国から出されるわけです。そしてこの地域医療構想というのは、まあ、膨れ上がった医療費を抑えるとかですね、まあ、いろんな病院、その特に自治体病院なんですけれども、この空いてる病床が将来の人口推計からすると人口はどんどん減っていくし、年寄りは増えていく、そういう状況の中で、各病院からその全ての医療データを吸い上げて、それぞれの病院がどういう患者さんを扱っているのかという、そういう分析をするわけです。それで、高度急性期を扱う病院、急性期を扱う病院、回復期の病院、慢性期の病院、そういうふうに4つに区分をしました。それで、まあ、将来の人口推計から各病気にはどのくらいベッドがあれば足りるのかなという、これまた他の病気人たちが分析をして、高度急性期や急性期の病床が余っている、それで回復病床へ転換させましょうっていうのが、まあ、地域医療構想の根本だったのかなって思っています。まあ、医療費の抑制だとかそういうのがもちろんあったんだと思います。で、まあ、その自治体病院の機能再編っていうところになりますが、
まあ、あと結果としてこれは病床削減という形になります。まあ、あの国の方はあくまでも、削減ありきではありませんというふうには言うんですけども、結果として必ず病棟削減になります。それで、まあ、あの津軽地区、青森県、その石が少ない、石が少ないということであります。確かにその石もその個別にやってるよりはどこかに集約して、まとまってやった方が効率がいいというのがあるんですけども、A の病院、B の病院、100たす200が300にするわけではなくて、100たす200で、200にしましょうというような話になります。で、まあ、医師はまずほぼあの A の病院の B の病院の数は増えるのですが、看護師は増えない。あのなかなかここ難しいところですね。あの看護師はその2つの病院足した分全部雇うというふうにはならないものなので、看護師は増えない。で、まあ、今のコロナの入院を扱っている病院を見ると、あの重症な患者を持つ病院ほど医師だけではなくて看護師の力、数、マンパワーが非常に重要だということまで言います。で、これはあの、日本内科学会の教育関連病院年報、内科の教育関連施設は毎年毎年その病院のデータを内科学会に挙げるんですけども、その年報から取ってきた津軽地域の救急車の搬入件数ですね。まあ、苦しい部位は大体1200、300。それで、弘前市立病院と弘前病院の統合が出て、2017年ぐらいからこう市立病院が縮小に入ったので、弘前市立病院の受け入れの数がこう減ってきています。あとその臨盤が苦しくなった2010年以降、どんどんこう臨盤から抜ける病院が出たので、この弘前市立病院、弘前病院、県政病院が負担する救急車の件数というのがどんどん増えてきているんだと思います。まあ、2014年、まあ福井市も入れてですけど、全体で5400だったのが2018年6300まで増えてるっていうのは、まあその患者が増えたっていうよりは、あの市内の3病院以外の病院で救急を受けられなくなって3病院の負担が増えてる。まあ特にあの17年以降は弘前病院と県政病院が頑張ってくれて、なんとか弘前の救急を維持しているというのを表しているデータかなって思います。これは2018年度なんですけども、まあ、苦しい病院はその急性期の病床数、まあ、167、まあ、この4病院の中が一番少ないんですけども、まあ、そのうち、まあ、700人ぐらい、まあ、そこそこ入院をさせて、まあ、見ているかな。やっぱり僕も弘前病院、県政病院が今一生懸命頑張ってくれているなというのがすごく分かるデータかなって思います。で、まあ、黒石病院はその地域医療という中で、まあ、ちょっと話しましたけど、平成26年最初私が来た時は病棟が6つあって全部で290床でした。で、あの国はさっき言った、地域医療構想というのを打ち出して病院をダウンサイジングしなさい、余分な病床を減らして、それから高度急性期、急性期をなるべく回復期の方へ転換しましょう、そういう方向に向いてきました。まあうちはそれをあの先取りした形になってますけど、もう26年の10月から34床1病棟34床を稼働しています。そして28年の4月には地域包括ケア病棟を2病棟に増やしました。
で、一般病棟、4病棟は急性期は210床だったんですが、小児科以外に亡くなった27年から実際1病棟9床した状態、稼働病床は167という形で、来ていました。で、平成29年の10月にさらにダウンサイジングして、まあ、という急床しているところはいずれはもう召し上げられるということになっていたので、それを返上して、257床、290あったのを257までダウンサイジングしています。で、今はその包括ケア病棟を2つ、急性期の病棟を3つ合わせて257という形で、まあ、そうやって、まあ、国の地域医療構想を先取りする形でダウンサイジングとかしてきたのに、まあ、こういうのが出たので、まあ、出た時は、もう何だもんだっていう、そういう思いが強くてですね、まあ、すぐ、まあ、毎月朝礼とかやるんですけど、職員全部集めてですね、まあ、うちはもうすでにそういう地域医療構想調整会の中で自分たちのスタンスを確定しているので、今のスタイルは変わることないよ、まあ、まず職員を安心にさせて、まあ、実際はその地域医療構想調整会議の中ではという、私立病院と一つ病院の統合話の中に各病院がどういうスタンスでやっていくかっていうのもコンセンサスを得ているので、まあ、10年先、20年先はまた検討しなきゃいけない時は必ず来るかと思いますけれども、当面は、まあ、苦しみが今のスタイルで救急も連れていかれながら見ていくという形でいく予定であります。まあ、ちょっとそのコロナのことにも触れておこうかなって思いますが、これは県の保健医療調整本部で出した青森県における医療確保計画というやつを持ってきました。で、この患者の推計をするんですが、この推計するためのソフトというのは全部国の方から送られてきて、青森県の実際のデータを入れるとすぐパッとこう数値が出てくるんだそうです。それで、まあ、基準日っていうんですけどね、これ一番下にちょっと地点値なんですけど、人口10万人あたりの1週間の平均新規患者数が 2.5 人となった日、まあ、青森県の場合は1週間で32人なんだそうですけども、その日を基準日とすると、そうすると予測ではだいたい新規感染者数のピークになるのは13日後、1日23人になる。で、療養患者数のピークになるのが22日後で305人ぐらいになる。その305人のうち入院患者は211人で、宿泊療養等94人、まあ、実は、まあ、東京とか大阪とか患者数が多いところはそういうホテルを借り上げしてそこに入ったりしていますが、実際はまだ二類感染症ってい う枠にコロナウイルスは入っているので、本当は無症状でもみんな隔離というか入院させなくちゃいけないということになっている。まあ、そんな中で今その2類でなくて5類にしようという話が出ているみたいです。5類というのはインフルエンザとか同じ扱い、季節性のインフルエンザですね、あれと同じ扱いになるのかどうなのかよくわからないんですけども、まあ、これは推測なのでこの通りいくのかどうかよくわかりませんか。それでその患者の数によってフェーズを分けると、新規患者数であるとか全療養患者数、入院患者数とか、それによってフェーズ1から4まで分けて、場合分けをしているようです。それでこの医療提供体制のイメージ、感染症指定医療機関、大学病院がこうあって、まあ、古市病院はこういう引っ越し者接触者会をやっていますし、
その他の受け入れ企業、受け入れ医療機関というのになるそうです。で、国の方では今、協力医療機関というと重点医療機関というのを指定していくようになっているようです。まだ指定はされていません。で、重点医療機関というのは、その病棟単位で患者や他の患者用の病床を確保して、確保病床において酸素投与とか呼吸モニタリングが可能である、まあ、療養病床でない、まあ、こういう施設要件があります。で、協力医療機関というのは、まあ、疑い患者専用の個室を設定している、その疑い患者を受け入れるための病床を確保していること、で、まあ、酸素投与呼吸モニタリングが可能というのは同じですし、まあ個室であり、トイレやシャワーなどの患者と独立した動線であること。このシャワーというところがかなり引っかかっているんですね。まあ、一般の病院でシャワー備えている病院はほとんどないんですよね。この辺ちょっとこれから検討運動ということになっているようです。で、まあ、水曜日の話では、まあ、弘前の保健所の方で、重点医療機関として弘前病院にどうでしょうっていうお話を持ちかけているという話でしたけれども、その結果がどうなるかはまだ先のことで、先々週県の医薬務課の次長さんが苦しみに説明してきたときには、あまり積極的にその重点医療機関とか協力機関というのを定めない方向にするような話をしてて、よくわけわからないなと思ってたんですけれども、じゃ あのうちの病院はどうなるのっていうと、さっき言ったその他の医療機関という扱いになるんだそうです。で、まあ、どういう患者さんが優先的に入るか、まあ、感染症指定医療機関、重症者、中等症、まあ、全部一応見るって言ったんですが、まあ、北大地区、青森地区、上東山、八戸地区は大体これまで、陽性者が発症してますが、ほぼ指定医療機関にまず入るというスタンスを取っているようです。弘前の場合は指定医療機関、感染症指定医療機関というのは大学病院なんですが、病棟単位での確保がありません。救急救命センターにまず入るということになっているんですけれども、人数が限られているので、最初の話では、その重症な患者さんだけをエクモっていうね、人工肺っていうのを使わなくちゃいけないような、そういう患者さんは積極的に大学に見ますっていう話だったんですけれども、ちょっと先週の限りでは変わって、1例目の患者さんは無症状でも、そういう症状でも、まずは大学に見ますっていう話だったんですけれども、まあ、エクモっていうのが入ると、1人の患者さんに、7人、8人っていうスタッフが必要になる、看護師、医師、臨床工学士とかたくさんのスタッフが必要になるので、それが10日、20日、3週間とか10日、2週間、3週間で続くと、そういう7、8人のセットが2つ、3つの方が回っていかないので、大変なことになるのかなという感じがします。実際、8人10人で入院すると、例えば看護師さん、それが軽症とか無症状の患者さんであっても、軽症無症状だと医師の数はそんなに必要ないんですけど、医師が手を下すのがあまりないので、ただお世話する看護師さんはやっぱり、10人20人いるので、どこかから自分なりの病院どこかから見つけてこないとダメなので、他の病棟をちょっとこう縮小閉鎖して、そこの看護師を割り振るとかっていう対応をしていたりするようです。まあ、苦しむようなこういうところで、まあ、軽症無症状の患者さん、まあ、場合によっては中等症の患者さんもいたんですが、まあ、うちも呼吸装置とかあるので、多少中等症というのは肺炎を起こしていて、酸素投与が必要になってくると中等症になるんですけども、患者さんのその状態、まあ、ご高齢だとか肥満があるとか、
糖尿病のある方というのは重症化しやすいとなってますので、そういう患者さんの場合は経過を見ているうちに人工肺が人工呼吸装置が必要になったり ECMO が必要になったりする可能性があるので、まあそういう基礎疾患で重症化しやすいというような中小中等症の患者さんは早めに大学病院だとか清澄病院にお願いしなくちゃいけないかなというふうには思っています。で、まあこのコロナ禍における地域の問題点ということで、まあ、もし患者さんが陽性者が陽性者イコール患者ではないですけどね、無症状というのが重症患者を受け持ったところでは医師とか看護師、臨床工学士、多職種のスタッフが不足する可能性がある。で、さっきも言いましたけど中等症か、まあ、無症状の患者さんの場合は医師不足というよりは看護師の不足、やっぱりその陽性者がいるところだけ、まあ、日勤対巡夜対深夜対、参考体制を敷いている部分がほとんどですので、その患者さんの看護師をそれ以外の普通の患者さんを別に確保しなくてはいけないので、すぐさま看護師が足りなくなってくるのかというのは予想されます。で、結果として、まあ、新規入院を制限したり救急外来とか一般の外来の制限をしなくてはいけない可能性が出てきます。もし黒石病院で今度院内感染が発生した、まあ、みんな自分たちが感染しないようにしっかり防護をつけて、やるわけですけれども、まあ、着るときでなくて脱ぐときによく感染するとかって言われているんですけれども、どこの病院でもその院内感染が起きないという保証はないと言われているので、まあ、最初のうちはこう気を使ってやっててもどっかで疲れて気が緩んで感染したりなんていうことは当然想定されます。で、まあ、その場合には病棟閉鎖、新規入院会議の停止をしたり救急外来一般の外来を止めたり、濃厚接触者職員はまずは自宅待機にして、そうすると人員減少した部署の機能を減らさなくちゃいけないかなとかいろいろあるわけですね。まあ、最後に看護師 その、まあ、足りなくなるという話をしましたけども、今の看護基準というのがありまして、5対1看護、7対1看護、10対1看護、まあ、一般的に急性期の病院では7対1看護とか10対1看護というのを取ります。看護師1人で何人の患者を見ていいかというやつなんですけれども、まあ、その病院の収益的にはそういう10対1よりは7対1を取っている方がいいわけですけれども、まあ、そうするとたくさんの看護師がいる必要になるわけなんですけれども、だから今、まあ、自治体病院では看護師を募集しても集まらない、入るんだけども半分もやめていくとかいろんな問題点が出ています。それで、まあ、その患者が多くて看護師が足りないと7対1を維持できないので10対1に落とす。でもじゃあ10対1の病院で高齢者が多くなると結局高齢者って手がかかる、ご飯の介助をしたり体を拭いてあげたりとかトイレの介助したり、だから10対1だから看護師が余るということではなくて、やっぱり10対1でも看護師は足りないという状況があって、そういう中でこういうコロナの患者さんが入ってくると全く別系統でそこだけに看護師を集中させないとなるので、まあ医師不足っていう中で県内の自治体のところも看護師もかなり不足しているので、こういうのが非常に今後表面化するところが怖いかなって今思っています。まあ、うちの方は実際1人2人患者が入ったら看護師の配分どうするんだってところを一番今シミュレーションするところで問題になっているような状況であります。以上です。相馬先生、ありがとうございました。次に入る前に何かご質問とかあればございますか。あ、じゃあ相馬先生が終わってからまたお話をしていただくということにしたいと思います。
澤田先生の、あ、こっちをつなぐやつですね。ちょっとお待ちください。ちょっと今、準備をします。じゃあ続きまして、澤田義彦先生にご講演いただきます。澤田先生は西目屋村出身ということで、昭和52年の弘前大学の医学卒業ということで、今年の6月12日から弘前市の医師会長に就任されたということで、今日は弘前市の医療を中心に、あるいは西目屋村の医療もとてもユニークな医療を展開されてますけど、澤田先生からもお話をいただくということで、よろしくお願いいたします。今回コロナから見えてきた地域での課題ということで、主に開業医のレベルといいますか、開業医の立場からの話を少ししたいと思います。一つは、今回 PCR センターというのを旧作市医師会で開設したんですけど、コロナウイルスに新型コロナウイルスに対するその PCR センターの役割、それからコロナウイルス感染症そのものの考え方、そして内科の開業医としてどういうふうに対応するか、あとさっきから問題になってきてましたけれども、看護師の養成問題とか小児救急の問題とか、こう関連したところを少し話していただきます。医師会このページの上の方ですけど、弘前 PCR センターというふうに医師会では名付けました。要するにコロナウイルス感染症の人に対して感染あるかないかというのを調べるものです。これはドライブスルー方式、あるいは歩いてくる人もいますので、自転車で来るとかそういう人もいますので、ウォークインで来てもこれには対応できます。医師会の方では4月30日にこの検査するっていうのを決めました。で、5月中旬には医師会自体としてはもう検査ができる準備全部できてたんですけど、この検査自体が行政検査、要するに感染症法で先に言ってましたけど2類感染症、1類っていうのがいわゆるエボラ出血熱とか、こう日本にないので、日本にない感染症でかかると死亡率が非常に高い、それが1類、2類というのはこういう新型インフルエンザとかそういうので死亡率が高いのを2類というふうに分類します。これにしますと、例えば検査するとか入院するとか、そういうの全部公費で賄います。私たちその患者さんがお金を払ってどうのということはない。ただしこうみんな入院したりとか、とにかくこう感染症を制圧するためにがっちりやるというのが2類です。ですから自由が利かない、そういう2類です。で、この2類に分類されると、私たちも勝手なことはあまりできなくて、予算が伴うとかそういうことで実際に開始したのが7月15日です。私たち受診したりするとなんかこう歯がゆい感じで2ヶ月間待ってたんですけど、たまたま県内弘前地区ではこの間2ヶ月間では全然何も出ませんでしたので、ほっとしていました。で、28日までです、間違ってますけど、これ12回やって38件検査しました。1回1件から6件、平均3件です。これは左この4つの左の下の方になんですけど、弘前 PCR センター検査対象というのは医師が必要と認めた人、要するに PCR の検査目的というのは患者さんに来てもらう、そして調べる、これは行政検査なんですけど、その調べる目的っていうのは、一つはもちろん診断です。そしてもう一つは疫学調査。この地区でどれくらい
感染している人がいるとか、そういう疫学調査、あるいは場合によっては一人でもいるとすごくこう感染症が蔓延して、まあ、こう死亡率が高いとか、そういうのは隔離のために検査をすることもあります。ですから検査目的に従ってどういうふうにやっていくか、今回の PCR の検査というのはやっぱり診断すると、まあ、対象を絞り込むために使うというふうに決めました。そして、まあ、有症状者、無症状者でも濃厚接触とかそういう医師が必要と認めた人、その人に対して検査をするというふうに決めました。それじゃあなぜ希望者全員に検査をしないのだろうか、みんなこう、そう、ほとんどの人そう思うと思います。スライドの次のスライドなんですけど、例えばですね、極端な話ばっかりするんですけど、弘前市に17万人に検査をする、その時に例えば17万人のうち100人コロナウイルスに感染しているとする。この100人っていうのは多いか少ないかというのはちょっと評価難しいんですけど、17万人のうち100人コロナウイルスに感染している人がいる。これをどうやって私たちがやっていくか、その時にですね、この PCR 検査っていうのは感度 70% って言われてます。感度 70% っていうのは明らかに100人コロナウイルス、あるいは何でもいいんですけど、ウイルスに感染している人でも、今回の場合は、まあ、コロナウイルスに感染している人が100人いる、その人たちに今の検査の PCR の検査をやる。そうするとウイルスより100人いるんですけど、検査では70人しかピックアップできないんです。これはどういう検査でもそうです。 100% というのは病院の中での検査ではありません。で、今回のコロナウイルスののはやっぱり100人ウイルスに感染しても70人しか分からない、つまりマイナスだというふうに診断されても30人の人はウイルスを持つ、ウイルスを持ちながら普通にこう生活する可能性がある、それくらいの検査です。そして特異度というのがあります。あと逆に考えるんですけど、ウイルスがいない人を100人検査する、あ、1000人検査する。この場合はですね、ウイルスがいない人を1000人検査すると1人はプラスって出る可能性がある。これは何でもそうですよね。どんな検査でもマイナスだからマイナス 100% はそうではないし、プラスだから 100% はそうではない。で、今回ののは100人の感染者にやって70人しか分からない、逆に1000人ウイルスがいない人にこの検査をすると1人陽性に出る、そういう検査です。ですから市民17万人に検査すると陽性者、これグラフに、表にしてますけど、感染者は70人は分かります。でも30人はウイルスがいるのにいないって判断します。今度ですね、コロナウイルスに感染してない人169,900人、そのうち170人がプラスに出る。この170人がプラスに出るっていうのは、こういう数が少ない時には非常に問題ある。この70人の人を隔離するのはいいんですけど、じゃあウイルスがいない人を170人も隔離しないといけない、そういう状況になります。そして本当は隔離しなければならない人は30人をその野放しにしておくというか、離しておく。こういうことで、この検査自体はただ単にやればいい問題ではない、そういう検査です。そしてそういうふうな検査をやるときにどういうふうにしているかというと、次のページ、何ページの左上ですけど、対策として私たちは検査前確率という言葉を使います。要するに検査する前にどれくらいの人がそこにいるのか、有病率っていう言葉も使います。検査をして陽性になる確率、これを考えて私たちは検査します。これをどういう、この17万人のうち100人拾い上げる、この100人を拾い上げるためには
例えば症状がある人は確率が高い、症状がない人は確率が低い、あとこう誰かこう知ってる人がプラスだったとかってなると、そういう人は確率が高い、あと東京に行ってきたとかどっかに行ってきた、確率が高い、弘前にずっと行って、まあ、西宮村から全然出たことがないとか、そういう人は確率が低いとか、そういうふうなことを考えながら、この人は確率的にはどれくらいなのかな、この人は検査した方がいいのかな、検査しても無駄なのかな、そういうふうにして判断します。ですから医師が検査を必要とした人にやると、ただ単に無差別に検査をするということではないということです。そしてどういう時にその検査でプラスになるウイルスがいるというふうに判断するかというと、もちろん症状が出てると確率は高いです。ところが今回のコロナウイルスというのは症状が出る前にすでに感染性がある、普通にしている何も症状がないのにその時期にもう人に感染する確率が高い。このスライドに書いてますけど、山形にずっとなっているこの左側の方です。ここを例えば濃厚接触者かもしれない、東京に行ってきたかもしれない、単身赴任の旦那さんが帰ってきた人かもしれない、そういうことで可能性が高い、そういう人たちを検査するということです。まあ、実際にコロナウイルス感染をどういうふうに疑ったときに私たちはどういうふうにするか、これ一番来る可能性があるのはやっぱり肝要因なんですよ、ちょっと風邪気味だとか、そういうので私たちはどこに一番来ますので、病院よりはむしろ私たちの方が気を使いながら診療しています。じゃあ私のところ、あるいは医師会に、まあ、医師会の会には大体こういうふうにやるようにとか、そういうふうに一応やってるんですけど、可能性があったら電話で連絡してください。熱があったら電話で連絡してください。病院行くと、入り口のところにいっぱい紙貼ってますよね、最近ね。とにかく、で、携帯、そこから携帯で電話する人も何人もいます。その場所から携帯で電話する。それから電話で連絡してください。そしてそれを受けるんですけど、まあ、看護師がどういう状況だかっていうのを情報を取ります。そしてもしこれやっぱりちょっとでも可能性があるなっていう時は、今は現実的にはですね、時間差で隔離するようにしています。空間で、勧誘はやっぱり空間でっていうか、感染が疑いの人はこっちに行く、感染関係ない人はこっちに行くとか、そういうスペースはありませんので、私たちは時間を区切ってやっています。つまり例えば私のところであれば、可能性があるときは、まあ、夕方診療終わってから来てもらう、午後休診のときは午後に来てもらう、あるいは朝早く私たちが出て診察する、そういうふうに時間差で受診してもらっています。そして受診したら車の中で看護師が情報を直接確認します。何でもそうなんですけど、電話でこう話聞いても全然話が違うことでいっぱいあるんですよ。実際にこう直接こう面談すると全然話が違うことがありますので、もう一回きちんと確認します。そして、まあ、医院の中に入るときは、これ SPO2 というのは酸素濃度がどれくらいあるかというのを測る機械です。これは指でこう測ってすぐできるんですけど、今のこのコロナウイルスの特徴として、軽い肺炎を起こしても聴診器では全然わからない。だから聴診しないで、むしろこうその SPO2 というのを測って疑うかどうか、肺に関しては決める。それからマスクをしてもらう、それからガウンを患者さんにですね、ガウンを着てもらう、これはマスクする、ガウンを着る、それから私のところではゴム手袋も患者さんにしてもらっています。つまりウイルスがいたらその中に閉じ込めておく、そういうふうにして中に入って診察も一回する、
あるいは、まあ、レントゲン写真撮ることが多いんですけど、レントゲン写真撮るときも邪魔、レントゲンに邪魔にならないような服装で、ガウンを着せて、できるだけこういい病院の中のものにこう接しないようにする、そういうふうにして、短時間で終わる。これは医療従事者、あるいは通院している患者さん、こういう人たちの感染防御、患者さんから出してもらわないようにして、私もちろん私たちも受け取らないような格好でやってますけど、二重に三重にして診察をしています。そして濃厚接触者と後でプラスになった時に濃厚接触者というふうに判断されないようにする。そうしないと私たちの家は麻痺します。例えば診察する時でもさっさって5分ぐらいで、もうそれ以上はしない、15分の話していると後で濃厚接触者だから2週間休んでください、元気でそういうふうにされますので、とにかく職員も交代で接する。医者はできるだけ短時間で判断する、そういうふうにして対応しています。まあ、こういうのも、まあ、ここに1日2、3人だったら可能でないかって書いてあるんですけど、これ全部にやるっていうのはなかなか難しいです。まあ、コロナとはない。実際に私のところには3月から今までですね、若い人で軽い肺炎、胸の写真を撮ってしまったたびに分かった普段だとこう風邪としてもしかしたら返したかもしれない。そういう人をやっぱりこう見てしまうんですよね。そうすると肺炎の肝炎が CT やるとやっぱりちょっとだけあって特徴的な感じで、こういう人たちはどうしているかというと、やっぱり朝7時過ぎに来てもらって、で点滴する、診療が終わって夜7時8時に来てもらって点滴する、1日に1回点滴をするふうにしてうちから帰ってきています。まあ、もちろんこれ軽い肺炎ですので、こういう人が3人も来るとすごいこう、1人来ると2週間すごい気を使ってやりますので、ちょっと大変ですね。あと東京から帰ってきた親子、子供が17歳の茶髪の男の子が、どうしても弘前に帰らないとダメだっていうのでお母様と買いに行って車で帰ってきたんですけど、まあ、だるいしたらもうだるくてだ、保健所に合わせたら対象外だってで私のところに来てだるい、とにかくだるいで、7度にいる、お母さん7度8度やっぱり PCR すぐやったんですけど、この時まあ7月15日この2週目ぐらいです、たまたまできた。この上の3人は PCR やりたかったんですけどできなくて、で、まあ、治療だけでこう見ていって、まあ、幸いなことに普通にこうなりました。あと PCR これは陰性でも、さっき言ったように 30% の人はウイルスがありながらマイナスに出ます。ですからこの人たちも症状がちょっとあるので、2週間はうちから出ないようにし、まあ、たまたまですね、西日本の人で近くに空き家があった、でその空き家に2人いて、で旦那さんが食料買ったりなんかして、そうやって2週間そして過ごして、まあ幸いにもお母さんは実は PCR 2回やったんですよ。途中もちょっと具合悪くなって2回やったんですけど、2回ともないです。で2週間で解除、そしたら今週の月曜日ですかね、お兄ちゃんの方が一緒に住んでから熱を出して、で PCR やったんですけど水曜日やって、今朝マイナスだっていうふうに来ました。まあ、こういうことでこのコロナウイルス疑いの人は市内の患療に何人も行っています。むしろこう急病院よりもこっちの方にこういう微妙なのは結構来ているのが現状です。あ、コロナウイルス、この軽症の方の8割を、重症になるのはちょっとしかいない、これが分かってきたことです。
今分かってきた。最初は分からないので全員で入院とか今まで入院なんですけど、こういうのが分かってきたのでちょっとこう緩めるとかそういうことが話し合っています。でどういう人が死にやすいか、まず病気、これは中国のデータなんですけど、中国のデータでがんだとか高血圧の人、それから呼吸器、タバコを吸う人とか、こういう人がこう致死率が高いというのが分かって、基礎疾患ないと致死率はそれほど高くはない。でもう一つはですね、まあ、大竹先生も私もこの辺に小さいんですけど、大竹先生まだこっちには行ってないですけど別に年齢が高い人が、だからあの今介護施設ではほとんど入れないですよね。介護施設は入れてません。それはやっぱこういう人がいっぱいいるので、とにかく外から入れない、それが正解だと思います。年取ってる人で若い人は、だから小学校を休校にしたのが正解なのかどうかって何か言われてますけど、若い人は致死率が低いというのが分かっています。そしてもう一つは、最初 の流行の時は亡くなる人がいましたけど、その時にやっぱりこの年齢が高い人たちが結構感染して、そして一旦収まって今の流行では若い人が80、90の人が少ない、だから死亡率が低い。ただ単にこう何人何人何人でなくて、年齢で見るとも全然違う。そして20歳未満非常に少ない、 4% が全感染者数の20未満は 4% ぐらいと言われています。ただ最近若い人がこう陽性になるという、若いっていうか子供が陽性になっているのは20代、30代、40代の若い夫婦が感染して子供に行く、そういうので家庭内でこの子供たちが感染しているというのが多くなっています。でも介護ができる診療っていうんですけど、まあ、私たちができることは、重症者は弘前で言えば何とか県政とか国立とかそういうところですけど、私たちはそういうのできませんので、まずバックアップする。そして軽症、将来的に人数が多くなった場合にはやっぱり軽症無症状者、こういう人たちはやっぱ自宅療養とかホテルの施設での療養、こういうふうにやります。こういうのは私たち、むしろ私たちの役割ではない。まあ、有症診療所であれば軽症の例えば病院で入院しててもう退院してもいいんだけどもっていうので、コロナウイルス感染の人はそっちの大きい病院、そしてその入院している軽症な人を私たちが引き受けるとか、こういうふうにしてバックアップできると思っています。でも先ほどその先生言いましたけども、実際は看護師の役割というのが非常に大きい、大きいと思います。ですからこの辺をきちっとやっていかないとダメだと思っています。医師会が準備していること、これからインフルエンザの流行も考えないといけません。で、開業医のコロナウイルスの検査をする準備、これを医師会ではやっています。まあ、鼻咽頭から検体を取る、その場の簡易検査であればそこでもできます。ところが検体を他のところに移すときは非常にこう規制がかかっています。それは感染を広めないためです。で、まあ、U パック使うというのが現実的なんですけど、包装責任者という資格があるんです。これ資格っていうんですが、今まではですね、今もあるんですよ。例えば医師会の検診センターからどっかにやるとか、そういう時に検体の種類によっては誰だかがこう放送してもダメだと、その放送責任者っていうのがいて、で40くらいにねパックすると、絶対に漏れないように、そして扱う人たちも感染しないように、で
青森県では感染、環境保健センターって青森にあるんですけど、そこで講習を受けて、その人が認定されてできます。でも今、環境保健センター忙しくて、で、そういうのをやってる暇がないっていうので、これ私たちは医師会の方で、その講習会を引き受けて、それをやって放送責任者としてどうですかって、県の方で OK って。だから医師会の方で、放送の研修会をやって、で、範囲においても検査をして、検体を動かすことができる、そういうシステムを弘前で作ろうと思っています。ただ、弘前の場合ですね、これ、まあ、平成7年というのは、私が開業したときの25年前、これ、ここは大学病院です。この辺りが市民会館、公園あるとこで、ここが前林街、市民森から前林街に行く、これその時の注目、これ市民森慎重に来ると沢田中になります。平成7年にこの近くに8つの診療所があって、なんと150人のベッドがベッドがあった。今どうか、これしかない。この他の人たちは廃業しました。で、佐藤博彦先生と私しかいない。佐藤先生は今ベッドを使っていません。ですから、まあ、私と僕の4月からちょっと今までも少なくして、ちょっと19人入院してると、とても出ないけど医師会の仕事をやってられないんですよ夜呼ばれたりとか、なんかやっぱり19人入院すると重症の人は必ず入院するんですよ。で、まあ、私次息子に譲ったんですけど、41ベッドにして現実的にやりましょうっていうので、ここ152ベッドあったのは11しかないです、まあ、入院するのにはこういう状況です。で、介護保険っていうのは平成12年に施行されました。で、弘前はですね、介護、これはいわゆる老人ホーム、これが老健と言われて、老健っていうのは、この介護保険法の前からこの2つはあったんですけど、こんなに多くありません。あと、ショートステイとか、グループホームとか、誘導老人ホーム、これは最近、設備、これ作られたのが多いです。これ、弘前市は約5000ベッドあります。ですから、前はですね、開業医の、もちろん老人の数も違うと思うんですけども、前は開業医に入院して、だって一生終わったりとか、そういう人たちが今はこういう老健施設とか、こういうところで生活して、最後の帰りと、そういうふうになっていると思います。最初私は、まあ、こういう介護、こういう老健施設とか、これ30年ぐらい前にも青森市に老健施設というのが一個できたのを私覚えてるんですけど、まあ、その後なら どうするのかなとかって思ったんですけど、今見るとすごいシステムだなと思って感心してます。まあ、内科系の開業、内科系の開業医師会は58診療所、小児科10診療所、優勝診療所が19です。届け出ているベッド数は287、ただし稼働しているのは11診療所で143ベッド、いわゆる休眠ベッドって言うんですけど、休眠ベッド。そして今回ちょっと小滝先生だとか高松さんとかからこう話が来て、こういうのが分かっていたので、実際にんでベッドやめたかって、一人で電話して聞いたんですよ。そしたら多くはですね、スタッフを確保できた、これが最大の理由でした。スタッフというのは看護師です。看護師が確保できないのでベッドをやめましたというところが一番多かったです。で、弘前市の看護師の養成、4年生大学定員200人、0代学院大学医療自体国立病院は40人、医師会は40人です。弘前市内では循環も含めると1200人の看護学生が看護師を目指して勉強しています。まあ、平成17年に学院大学、
福祉大学の21年に開設。広大はもともと医療短大というのがあった。それから高等学校の衛生看護科の先生を養成するための看護教員養成課程というのが教育学部の中にありました。これを一緒にして医学部の保健学科の中に看護学専攻を受けるので80人。それで清崎は200人です。就職するときはですね、この3校というのは県内に就職するのは3割しかありません。県立中央病院も県立保健大学、青森県出身者が 50% です。入学するとき、卒業するときは、県内に就職するときは 30%。 県内出身の学生も県外に行きます。県外から来た学生は多くは県外に行きます。今そういう状況です。国立病院にも看護学校あるんですけど、ここは国立病院機構に就職する人が圧倒的、黒石は黒石高校にあるんですけど、黒石高校の看護科、そこもですね、前は県内に就職する人多かったんですけど、ここは最近はですね、例えば去年は5年卒業して看護師になるんですけど、37人卒業して県内に就職したのは14人です。高校生が、黒石高校だからこの辺の学生なんですね。この辺の学生の県外に行っちゃう、それが実情です。まあ弘前市の医師会は実際は県内というか弘前市内で黒石五所丸その辺に就職するのが8割から9割です。ちょっとこう学生の中身が違うので、で県内の看護師養成施設をちょっと調べてみました。そうすると4年生大学が全部で460人、3年生というのはその国立病院の八戸の看護学校と2つ、そして高校の看護科は白井に行くべないや千葉学園と黒石高校、この2つ元はもっとあったんですが、あとは循環の学校から交換の方に行く、これで看護師の定員が820人です。で循環は235人、ただ最近は定員割れしているところもあります。4年生大学の私立大学も定員割れしています。これで大体800人、国家試験受ける人が大体800人です。国家試験これ受けてもですね、受かる人9割、今合格率 90%、 だからこれちょっと定員割れしてるんですけども、 10% の人次の年も受けるので、青森県は毎年国家試験を800人受けてます。これが県内の要請。弘前市歯科医看護専門学校で循環学科160人、これ 2学年です。80人が看護助手として働いています。市内看護学科は40人で3学年、これ120人、循環の資格を持っています。この中で、こういう臨時実習とかこういうので休職するしてる人もいるんですけど、約100人が市内で循環として働いています。ですから弘前市歯科医看護専門学校は看護師として供給するだけでなくて、在校生がいつもこれくらい医療現場で働いているということです。これはもともとは開業医でこうみんな働いてるんですけど、今全員働けなくて、こう医療関係でね、例えばローソンで働いているとか、そういう学生が、これコマーシャルって書いてあるんですけど、医師会もしも子供孫誰かぜひお願いしたいんですけど、看護が循環学科で専任教員が15人でやってます。今は看護学科に一旦細田学と一緒にしてダブルスクール制度でやって、卒業すると細田学を卒業するっていうコースも設けています。そしてこれ今年の3月は循環と国家試験の合格率は 100% でした。ちなみにさっき大学
全部出します。だけど県内で看護師の国家試験 100% だったのは弘前医師会看護専門学校と千葉学園、この2つです。広大門してます。医療福祉大学も美濃してます。国家大学もしてます。ですから確実に看護師にしたかったら医師会にどうぞ。ただ問題はですね、学生を確保するというのが難しい。これは平成21年弘前市の18歳人口は1980人でした。今年の1月18歳人口は1648、成人式に出す招待状を出すのも1600人とかするくらいなんです。でこれが10年後、今8歳ぐらい、まあ8歳ぐらいの人1100人しか、今年の去年1年間で弘前で何人子供が生まれたと思いますか？1000人切ったんです。950人、すごくこう減る。こういう状態で、あ、これまで弘前市のこれ一切刻んでこう取ってみました。これ青いのが男の子が多く生まれるんですけど、途中35歳で逆転されまして、男はだんだんこう早く死んで、まあ酒飲みとかタバコ吸うとかそういうのが男が多いので、小谷先生も気をつけてくださいね。早く死んでしまって、こんななんて、これが弘前の、これ段階の世代効果なんですけど、でもこれからもですね、すごいね。ここでどうやって看護職員を確保していくか。で、弘前市医師会の方では、社会人留学を積極的に入れています。高校卒業して進むの人、まあ医療福祉大学とか学院大学でいらっしゃるので、私たちのところにはその次の学生が来ますので、高校からすぐで社会人を送り入れるようにして、まあ、要請しています。こういうのもあって、社会人はもちろん東京に行ったりとかすることはしないで、地元にそのまま就職しますので、私たちのところは地元に就職している人が多いというのも、これが一つの原因です。あとはですね、まあ、子供が少なくなるっていうので、まあ、小児救急、これ平成18年に津軽地域の小児救急医療体制というのが発足しました。一時救急は休館診療所、医師会の中、まあ、夜は10時半まで、日中もやってます。あと2時が病院の小児科、前黒石も入ってたんですけども抜けたとか、そういうのがこの辺、何よかの青森病院も入っています。3時救急は京大の小児科。ここで問題なのはやっぱりですね、小児科の医師の確保。休館診療所、弘前市医師会、野田の休日夜間、弘前市の指定管理です。内科と小児科、それと休日は外科も今はやっています。大体まあ1日平均に、休みの日は内科20何人、小児科。夜間はこれくらいというふうに診察しています。これまあコロナになってこれ7人とか9人なんですけど、今年3月からは1人とか0とか3人とかそれくらいです。まあ休館っていうのはかなりがこう不安があるから休館に行きます。お母さんが子供がこうちょっと熱がある、でも夕方ご飯食べて7時8時になった、今日の夜大丈夫かなというふうに思ってくる人がすごく多いです。多分コロナの方が今はそれよりも不安が強いというので受診しないんだと思っています。まあ休館診療所の小児科、弘前医師会の会員が9人です。で夜間年間あと1ヶ月間に、これ平成今月1ヶ月間のを見ると、弘前医師会の小児科の医師が16回、夜3回担当しています。日中休日3回で、南国医師会の先生たちが3人、夜間診療として5回、休日2回、
あと広大の小児科が、これあのこっちに見てほしいんですけど、小児科が3分の1を受け取っています。これは関与している小児科の先生たちだけではできないので、大学の小児科の先生に来てもらってやっと維持しているというのが現状です。で、小児科医の年齢順に見てみましょう。50代1人、55歳代2人と65、70代3人、平成18年に発足した時は18人で始めたんですけど、今12人でやってます。まあ、皆さんこの中には医療関係でない人もいると思うんですけども、一般社会、市役所、60歳で定年ですよ。でも、まあ私も本当はそこに同級生来てるんですけど、高校の時の定年で辞めて悠々自適どうのかなと思ってますけど、私はまだそこまでいけない。多くの医者はそうだと思うんですよね。で、こういう急患とか夜間当直などの関与医がどうのっていうのは、若い、まあ、私たち勤務している時もちろんいっぱいやってきました。相馬先生ももう月に何回とか、大畑病院なんかは1ヶ月に26回当番、外科と2人しかいないので、あ、13日、2人で26回、うつ病院から1週間に来てもらって、そうやって1ヶ月をやる。そういうのをやってきたんですけど、それが若いからできた。でも、介護医だとか、こう定年で辞めてしまった人たちが介護医の大部分です。その人たちに急患とか、夜間どうだとか、そういうのをこうやるのはね、年齢的なのにちょっと無理なところなんです。でも見てられないからやろうとか、そういうふうにしてやってるのが現状だと思います。まあ、市内の小児科、小児重診療所あるんですけど、開業の最後は平成16年です。ここ15、6年新しく開業した人いません。急患診療所の小児科の確保、南国医師会から3人来てもらってる小児科、これがなければできないというのが現状です。まあ、ということで今回、まあ、会員の立場から PCR センターのことをどういうふうに進歩しているか、看護師の要請で看護師、広瀬市内は看護師不足です。それをいかにして私たちがやっているか、そういうことをちょっと話しました。そして小児の救急、夜間、休日、それになっているのが小児科でだけでないんですが、内科の方もやっぱり60歳以上の人がある意味大部分でそういう役割をしています。ということをちょっとお話ししました。はい、ありがとうございました。ちょっとスライドのトラブルもありましたけど、お二人の先生が大変多岐、いろんな分野にわたって問題点を提起していただきましたけど、今日は Zoom で参加されている方と、それから会場には10名近いですか、40名も、まあ、参加されています。で、お二人の先生に何かご質問とかございますか。はい、どうぞマイクお願いします。こちら前の方の方です。相馬と申します。今日は本当にいろんな分野で勉強になることがたくさんあって、参加してよかったと思います。で、今日のお話の中で、まあ、この佐賀地区 の病院で頑張っている先生方 その心強さというのも感じた反面、なんか不安だなという意味もすごくあったように感じています。で、その中で一つだけ素人的な考えなんですけれども、非常に気になったことなんですが、感染確認の検査の中で感度 70% という、まあ、これは今までニュースなんかでも結構出てることではあるんですけれども、で、問題はその 70% しかないっていうその理由の中にね、その検体を採取するときに、まあ、未熟って言えば大変失礼ですけれども、
そういうことで感度が低くなっている場合もあると思うんですが、でこれは素人考えなんですが、例えば1回やれば 70% だとして、まあ、何回もやればお金はかかるんですが、例えば2回やれば感度が上がるという、それになるものなのか、あるいはですね、その感度を上げるために、まあ、今回はPCR 検査のことで今、お話しされていますが、その確認するために、陽性を確認するために、抗原検査というのもなんかあるというふうに、まあ、ニュースとかで言われていますよね。まあ、抗体検査というのもあるんですが、そこら辺を組み合わせてその感度を上げるということは、まあ、お金もかかるんでしょうが、可能性としてどういう具合なのか、ちょっと私はもちろん医療関係でもない、ただの一般市民なのでよくわからないんですが、そこら辺を教えていただければ嬉しいです。以上です。ウイルスが一番多くいるところは、体の中ではですね、ウイルスが増殖しているところは肺の中、それから肝臓の中、それから心臓の中、このコロナウイルスはこの3つの臓器の中で多く増殖しています。ですから例えばこうリンクというかこうやって取るんですけど、もしもその人が痰が出る人であれば、痰でやると一番出やすい、痰でやると一番出やすい、それは肺の中から来ている。でもみんながこう痰出るわけではない、そういう状況ではやっぱり取りに行くしかない。で、ずっとこう奥まで入れてやって取ります。これは取り方はインフルエンザの検査と同じですので、医師の間でのこの趣味の違いでのものはまず考える必要はありません。みんな経験豊富でちゃんと取ります。それよりもやっぱりどれくらいウイルスが今いるのかというのが問題。だからインフルエンザの時も、例えば昨日の夜、急患診療所でやったら陰性だったけど、今日ここに来てやったら陽性だ、そういう人たくさんいます。それは時間が経つとウイルスの量が多くなる。そういうことで感度が上がる。そして、あともう一つはですね、先ほどの検査方法の違いなんですけど、今のところ PCR 検査が一番感度がいい。抗原検査っていうのはウイルスそのものの体のタンパク質とかそういうのを見る検査です。 PCR っていうのは遺伝子を見る検査です。ですから遺伝子の一部があると分かる。で、実際に今度抗原検査っていうのはウイルスそのものがいてそのタンパクを見ます。そしてどれくらい増殖させたら陽性になるかとかそういうので検査すると PCR の方が感度がいいです。だからその他の検査を今のところ同じ時期に組み合わせても感度は多分ほとんどありません。時期をずらすと感度が分かる。そっちの方がいいと思います。ありがとうございました。ちょっとですよね、最近県内でも陽性かということで検査したら陰性だとかって結構新聞報道でも出てますが、例えば2日置いて、あるいは3日置いて、複数回検査するということで、もしかしたら陽性かもしれないけど、とりあえず陰性として出てる人がね、もっと正確に検査できるんではないかと、素人考えようと思うんですが、そういう体制というのは、まあ、経費の関係もあるのかもしれないんですが、やられているのか、やられていないのかというのは、ちょっとよく、新聞報道ではよくわからないんですが、そこももしよかったらということだけすいません。例えば大きい病院に入院して、今まではこう2回連続陰性だと退院してもいいのか、そういうのあったんですけど、今は少し変わりました。検査しないでも退院してもいいのか、それはですね、さっき感染性というのをやったんですけど、人にうつすっていうのとウイルスが体の中にいるっていうのは別のことだと考えています。ウイルスがたくさんいて、今痰から出る、あるいは飛沫で出る、こういうふうにしたときは感染性があります。でもこの感染性は10日過ぎるとない。でも例えばですね、外科の先生が手術のためにこうやるとか、婦人科で飲むとか、あるいは例えばお産の時にこう
参加したことないからどれくらいか分からないですけど、やっぱり声出したりとか、そういうふうなこう外から何かがあって、すごいこう心身がかかって、何かの時はウイルス出ますけど、日常生活で咳がなくて、普通に生活していると、遠く過ぎると感染性がありません。ですから今はその時期になると退院させます。逆にですね、逆にっていうのは、ウイルスはいるんですよ、その時も。ウイルスはいる。だから、それ過ぎてからでも、なんか別の方法で直接こう肺にこう取ったりとか、なんかすると、それはウイルスを証明できる。ただし、普段は日常生活をしているときは、感染するほどウイルスは出していないから、検査しても出ない。で、症状がない。そういう人はたくさんいる。陰性だったらっていうことでしたよね。今最初の心臓コードなんかでね、怪しいっていう人を検査したら陰性です、大丈夫ですってなるんだけども、ひょっとしたら2、3日後にね陽性になる人もあるのかなってちょっと興味が出てきてはね、なるんです。ですから私のところでも PCR の検査をやっても14日間は空き家に滞在してもらって、それはありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあもう一方こちらの方に手を挙げていただけますか。マイクが来ます。私歯医者をやってる三上君です。先月ぐらいからオモニアの YouTube とかで拡散してきてるんですけど、京都大学の上久保という免疫学の専門の方だと思うんです。そういう方が集団免疫、もう日本人はほとんど集団免疫がこのコロナ、COVID-19 に関してはもうあるので、まあなんかお前心配しないようなそういうびっくりするようなことをこう言われてるんですけど、何かそのことでコメントがあればお伺いしたいと思います。はい、これ COVID っていうコロナウイルス新型って言ってますけど、コロナウイルスというのは今にもいっぱいあったわけです。ですから私たちの風邪の一つとしてコロナウイルスに感染して今現在いる可能性がある。それが日本人とか東洋人が多いんですけど、東洋人の方が重症率少ないんですよ、外国に比べると。だからそれも否定できないとは思います。でも集団免疫どのこのでもスウェーデンは集団免疫を目的にしてやってものすごい流行してしまいました。だからそのあたりはちゃんとしたことは分かってないと思います。2、3日前の NHK がスウェーデンの公衆衛生の担当の大臣から言ってましたね。15% から 20% ぐらいスウェーデンでは抗体を持っている。日本では抗体の検査が受けされてから各施設とかという市町村とか単位で調べましたけど、まだ5% 未満、何%かというところで、集団免疫って 40% とか 60% ぐらい皆さん抗体持ってこないと有効にはならないんじゃないかって言われてますし、今のワクチンなんかで新しいワクチンが開発されつつあって、やると90%抗体ができるという話もありますが、じゃあその抗体がどのくらいの期間を持続するのかと、そういうデータはまだ出ていないので、多分今の日本でその集団免疫に頼って施策をするというのは多分なかなか踏み込めないんじゃないかなというふうには思いますけど、やっぱりそれに頼るというのは今はまだ分からないというのが一つ、それから例えばインフルエンザのワクチン毎年やってますよね、やっててもかかるしだからそのあたりは今のコロナウイルスに関しても全然分かってないことなので、予想としてはどうかなとか、ワイドショーなんか見るとすごい人発言するなっていう人もいますけども、そのあたりは分からないことがまだいっぱいあると思います。はい、ありがとうございました。
よろしいですか。はい、その他は何ですか。はい、じゃあお願いします。その先生に伺いたいんですけど、最後のページ18のところの一番でですね、もしコロナ陽性患者内容にしたらっていうところがあるんですけども、重症患者の場合にはスタッフが不足、中等症も、看護師が不足しますと。だけども例えばその、不足するけれどもそれでも回していこうとなったら当然時間外労働も増えるでしょうし、人件費っていう経費が増えていくだろうと思うんですよ。で3番のところでは新規入院の制限とかこういうふうなことになると今度収入の減っていうところになってくる。結局病院経営にかなりそのダメージの出てくる問題は発生するだろうと思うんですけども、この辺はあれですか、公的な調整っていうか手当てっていうかその辺は現状となってきてるんでしょうか。公的な手当て、特に病院の収益が減ったからということで、まあ、今国の方ではそういう自治体病院に関してはそういうコロナ特例債みたいな借金をしてもいいですよみたいなそういう申請をするようにというのは来ています。ただ、その看護師のことに関して言えば結局その新たに看護師を雇うことなんてできないわけですから、そのコロナを入院させたその病床に看護師を集めるためにはどこかでその病院の別のところから看護師を持ってくると、そういうところでどこか人病棟を閉鎖してそこの看護師をコロナのために当てるとかそういう形になっているんだと思います。借金してもいいということは返さないといけない国の企業債とかそういうものでこれはもらえるわけではなくて借金です。ただその病院というのは自治体病院というのは必ずその歳入歳出で赤字いくらとか苦しむのは結構赤字なんですけども、そういう赤字の形状に入れなくてもいい、ものらしいです。まだもらえてないのでこれ今その書類を作成して提出せえという段階なので、はい、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。その他いかがですか。黒石病院の救急ベッド、患者さんの受け入れというのが1000件を超えてずっと続いているということと、やっぱり今まで私たち民間部では弘前地区の医療救急ということを考えてきたんですけど、実はその黒石病院の救急でもし3時とかもっと重症になったりとか、あるいはコロナで重症になった時やっぱり津軽でみんな見ていかなきゃいけないので、弘前地区の医療というのはやっぱり黒石地区の医療も一緒に考えないとまずいんじゃないか、逆に黒石別だよってやっちゃうと黒石地区の医療がもう持たなくなると、特に私浪岡で開業しているので相馬先生とか大変お世話になっておりますけど、青森市の救急車が黒石市に行ってるんですよ、このデータがちゃんと出てこないんです。黒石病院では出ますけど、青森市の救急で黒石市に行ってるってかなりいます。患者さんも実際に手術をしていただいたりとか内科の患者さんもかかっているということで、もともとこの、町村合併で浪岡は青森行っちゃったんですけど、実は津軽の医療圏だということと、あと西北地区の話も出てましたけど、結局病院津軽総合ができて、木造りの成人病センターが救急やらなくなっちゃった、それによって津軽総合の救急車の台数が増えちゃってると、そしてそのバックベッドの方も各医療棟の方もまだ回ってないっていう、こういう現実があるので、前回の、市民カフェでもお話ししましたけど、救急から出口そして在宅に向かうまでのところの
患者さんの流れをまとめて考えていかないとなかなかうまくいかないのかなということで、あの黒医師の医療というのは大変重要かなというふうに私は感じました。その他ご意見とかご質問とかございますか。大体時間になりましたので、今日じゃあ閉会の挨拶を並木さんする予定だったんですけど、あの今日来られないということで開会の挨拶もしましたけど、小柳先生もう一言閉会の挨拶をお願いします。なんかあっという間の時間でした。澤田先生、相馬先生、どうも大変ありがとうございました。あの住民の命、住民の健康、住民の安全、これはやはりあの、地方自治体役員の最低限の、責任だというふうに私とも市民からは考えておりますので、今後も医療の問題っていうのは引き続き取り上げていきたいと思います。ぜひ次回次回もご参加いただきますようお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。